はい、どうも、こんにちは、これです。今回ですけども、おなじみさんの、おなじみではないかもしれない。おなじみさんではないな。まあまあ、2回目ですね。このテクニック書の2です。パート2。トゲメットの当選簿。もうこれ、ボリューム2もあるからな。53%。これ簡単やぞ。うん、確かに。これ、しかもニューマリやから、スピンジャンプできるやん。まあ、ニューマリだけスピンジャンプできるけどな。いや、できへんやつもあるで。初期のマリやったらな。あれ、死ぬんや。それは初代あのトゲ以外のとこ踏んだら、うん、あーでも知らなかったねテクニック。まあ 50% やったもんなクリアリス。確かにもうそれ簡単やわな。やったー。鍵はでもすごいっていうのがもう認定されたわな。うん、あれはちょっと驚かされたな。1個前のやつな、もうすごい。このレベルがアップバージョン 5.5 もあったからな。バージョンボリューム2。まあ一緒ぐらいやぞこれ。うん、あんま無事なっつうだけどな。ただにマリオのあれが変わるだけ。あ、でもこれスピンジャンプないけどな。まあ、すり抜けるってことじゃん、その間を、うん、ほらそうやろな、間抜けるってことやな、これ多分。チッチーチッって感じやな。逆側か。え、いつ抜けれんねんこれ。だからもう絶対無理やな。横に行ったわけじゃない、その斜めに入る瞬間とか、そのほら斜めに。倒せた。え、倒してもだ。普通にトゲがないとこ倒せた。いや、ちゃうかって、上からあかんかった。だから、横を見ただけやな、あいつ。あいつ横は弱点だよ。あいつって。はぁ。裏側じゃなくて。トゲメットの弱点を知れる動画と。おもろいやん。いやー、ええな、これ。こういうなんかもうミニゲーム的なやつはやりやすいからええな。ポン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 言ってまうやろ、これの。一個のひらめきでクリアできるやん。あの土管に入るには。お、これクリアで低いぞ。ん？え？ 8%？ ほぉー。ちょっとなんか怪しい投稿者やな、これまた。これ隠し土管じゃん。はぁ？え？そこはいけるやろ、絶対。そっからがむずいってことじゃん。お。あ、あんとこ入る方があるってこと？そういうことやな。そこは入ったら？バネ。キラーはなんなん、あれは。あれ、なんで動かへんの、あいつ。確かに。え？は？なにこれ？もうこの時点であかんのかな？なんでこれ動かへんの、しかも。知らん。バネがあったところに入れへんしな。うん、一回スタートやりますか。一回スタートからでも何やこれ。もう一回逃げよう。一緒やん、もう最初から。え、何やこれ。あそこの下に隠しブロックがあって歩け。そんなもんないか。靴やったら。いや、さっきの土管のところで一回跳ねたで。なんかイージーがなんか上にあるな。でもほんまこっちの簡単ね。何がちゃうのな、イージーって。でんでてんてんてれてん。ええな、この音楽すごいな。でもあれ？ああ、なるほどな。一緒と。もう やること一緒やからな、要領は。ただちょっと右押しだけやからな。でもなんでこんな違うんやろな、うん、クリア率が。やっぱ試そうとせんのじゃない、やっぱ。下があったら。だって俺も試そうとなんか思わなかったもん、一回も。確かにな。うん、パッと見だってあれ、無理やと思うんだって、走ってきたら。だから違う方法かなと思うから、試せんのや、誰も多分。いやー。アナやもんな。うん。アナとやっぱあのやつ全然ちゃうんやな。うん、石橋を叩いて渡ることすらせえへんだろうな、みんな。押して入るとは。ん？あー、ピースイッチ押して。何でもチャレンジすることが大事っていうのをあれやな、認識させてくれるわ。何やこれ。またややこそうなステージやな、これまた。押して入るとは。引いてじゃなくて押してね。ん？おー、そういうことか。あー、押して、入らなあかんと。うん。
タイミングの問題か。わかんな。押してへんかったな。落ちた。はぁ、あれ？でもこれ、いけるんか？死んだ、どうせならコインにしようだってほら。ほんま、ブロックかわいつ死んでなかったよ。先に押した瞬間。一回行ってみ。あれこれ、いっとはいよ、もう完全に。当たっとはいよ。なんかわからんけどね。そう。遅いんよ、俺。おっと！おぉ！やったー！すげえ。いやー、いいね。入ってきた。入ってた。いやー、おもろいな、これ。いやー、ええな、これ。押して入るとは。ほんまそうやな。ちょっと、ハゲを見直したな。ハゲ相当やな。すごいで、これ。センスが。テクニック集、ええな。固まりやな、センスの。このテクニックをほんま応用したらもっとすごいのできたしな。めっちゃええコースやな。シンプルでええの作ってくれますね。もっと評価されるべき人間やろな、ハゲは。いいな、わかりやすいな、ほんまに。はい、次ですけども、ラストですね、今回の。全自動マリオ、オートマリオ。久しぶりにやってみようかなと。まあ、この、これでも久しぶりにセンスあるコースを作った。ハゲさんがね、ゲイさんが、ハゲさんの、作ったコースの全自動ですね、やってみたいと思います。全自動久しぶりやな。おーい。おー、でも逆向きもあるよ。あー、おーい。あー、気持ちいいな、ちょっとやっぱり全自動ってやっぱ。うおー、すげえ。3回ぐらい当たったバレに。おー、拾った。おー、すげえな。おー、すげえ。おーい。さっきカメが壊した、あそこの。やばいな。おい、うまいな。うまいな、これ。うまいこと作るな、やっぱり。チリ、おい。おい、そこへ？あれ？失った。危な。あー、そこ行く？あー、どん。おー、危な。あ、うまいな。全自動作るな。やっぱさすがやな。やっぱ A コース作るとやっぱうまいやろな。何やしちゃうセンスがやろ。おー、よい、よい。おい、おー、いいね。発光すぎや。いいね。おー、すげえな。おい、効率がって。うわ、バンドバンド。効率がってやばいな、テクニック。バネに押されてそこ入ると。うおい、釣り。おい。おー、何さっきの？すげえ。お、すげえすげえすげえ。歯車とコンボ。うーおお。発光すげえ、さっきのジャンプの仕方。確かにな。持っていくんですね。当たらへんもんな。うーわ。結構戻るんやな、しかも。そこの方が戻る。削っていくってこと？おお。全部取る。あ、ええな。やばいな、この全部取って。めっちゃ長いな。おお。うーわ。ピース押したな、さっき。うん。めっちゃ格好しやすいやん、ピースイッチ。うわ、ここから無限キャップ。うわ、やばいな。入った。無限キャップあれで入れるよ。あの、どこもないやん。やば。計算、ごっつい全然作るやん。ね、そうやな。いや、パッと見だから結構シンプルやから、そんなすごいくないんかなと思ったけど。すごい。な。やっぱりセンスある人間は。センスあったな。久しぶりに見たらやっぱおもろいな、全自動。面白い。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。よっしゃ。